今日は映画「文豪ストレイドッグス」「デッドアップル」の映画が平成30年3月3日に公開してるんですけど、それに合わせて、文豪ストレイドッグスとあと与謝野晶子記念館が、コラボしたキャンペーン第3弾が開催されています。その、キャンペーンなんですけど、これです。私が今持ってるのがこのスタンプラリーの紙になってるんですけど、パンフレットの裏側に、7つスタンプ押すところがあって、1つ今も押してるんですけど、ここは南海の難波駅の改札内、中央改札内にありました。で、今私が立ってるのが阿久津神社なんですけども、そこにもスタンプ押すところがあるということで、ぜひこちら今からですね、早速行ってみたいと思います。こんな感じです。ここが阿久津神社で、通称大寺さんと呼ばれているそうです。スタンプはこちらです。3番目のスタンプは与謝野晶子で、こちら与謝野晶子さんが漫画になったやつです。これが使われています。3番目押しました。赤いやつです。ここが4番目のスタンプの場所で、千秋庵というお店です。こちらは千秋庵です。この紫のスタンプを押しました。こちらに堺 T シャツ発見しました。これでかっこいいですよね。筆で書かれた感じの堺って書いてるのがすごくいい感じです。こちらは山の口商店街に入っている奥の生命堂という線香が売られているお店で、すごく歴史があるそうです。1716年に創業されてて、伝統的な線香に加えて現代的な香りの製品も今開発しているらしいです。こちらは5番で泉京香さんのスタンプです。あ、赤色、オレンジかな、なんかみんな色が違うみたい。6番目のスタンプはこちら、大寺持ち河合堂という場所です。で、6番目は、江戸川乱歩です。このキャラクターです。大寺持ち河合堂は、1596年に大寺さんと呼ばれる阿久津神社で、創業してたそうです。で、あんころ餅やきなこ餅などが発売してるそうです。与謝野晶子さんも、あんころ餅やきなこ餅などが好きだったそうです。こちら見本ありました。きなこのと右があんころ餅です。スタンプも残り2つになりました。この2つは、こちら美少の森にあります。で、場所がね、企画展示室と幽霊定茶の中にあるんですけど、両方ともね、有料の場所になるんです。ただ、普段ですね、この堺理想の森は300円なんですけど、2割引きの240円でと、幽霊亭ちゃんも2割引きで500円が400円になっているので、かなりお得になります。この紙はね、持ってないといけないんですけど、ぜひこれのスタンプラリーの時にここ堺理想の森で、中を見学してお茶を飲んでいってください。それでは、早速中の方に行ってみたいと思います。こちら幽霊亭茶の場所が2番です。2番は、太宰治さんでした。こんな感じです。堺に来たら手軽にお茶をたしなめるこちら幽霊亭茶にぜひ立ち寄ってみてください。こちらは1番の小田作之助さんのスタンプです。
場所は美少の森の中の企画展示室の前に置いております。こちら2階の、展示室の方に行ってきました。何があるのかなと思ったんですけど、ここに写真載ってますね。この方が、堺の有名な小田作之助さんの写真です。この方の、生い立ちだったりとか作品の内容だったりとか、いろいろなことが、この中の展示室で知れるので、ぜひ、このスタンプラリー、するしない関係なしにこちら展示室を見ていただきたいと思います。小田作之助さんは夫婦善哉という小説で有名だそうです。スタンプラリーは4月の15日の日曜日、まだまだ日にちがあると思うので、ぜひ、スタンプラリー回ってみてください。堺の、知らないことがたくさん知れると思います。ぜひよろしくお願いします。スタンプ全部揃いました。で、今交換してもらったのがこちらのバッジです。私はよさのあきこが当たりました。これは選べないんですけど、くじで、引いてください。ランダムです。スタンプラリーね、たくさん堺のことが知れるきっかけになると思います。ぜひ、皆さん楽しく集めてください。ありがとうございます。